このオーディションの中でも、うん、なんか重大な場面を迎えてると思うんですが、うん、去年YOSHIの意志を受け継ぎ追加ボーカルの募集をスタート。激戦の審査を勝ち抜き候補者は6人に絞られた。わ、ビビった。すごい素敵な声してる。今年1月6人はYOSHIKIとの対面ボーカル審査へ。対面審査はバンドメンバーとパフォーマンス。ここで4人に絞られ残っている11人と合流し最終審査へと進む。果たして選ばれるのは誰なのか。これから審査をさせていただいてみんなと、うん、今まで通過しているメンバーの中からセンターのボーカルを決めます。ね、始めてみようか。